東北新幹線の路線で作業していた作業員が行方不明となった影響で、今日上越新幹線や北陸新幹線の一部列車に運休や遅れが発生しました。 JR 東日本によりますと、今日午前3時半前、東北新幹線の路線で夜間作業をしていた作業員1名の行方が分からなくなりました。作業員の捜索と安全確認のため、速度を落として運転したということです。作業員は現在も見つかっていません。この影響で上越新幹線、北陸新幹線で合わせて5本が運休、合わせて23本で最大1時間9分の遅れが発生しました。安全が確認できたとして、午前8時半前に通常速度での運転を再開し、遅れはすでに解消しましたが、上越新幹線、北陸新幹線で合わせておよそ1万2800人に影響が出ています。